皆さん、こんにちは。本日、2023年11月の14日、20時37分。今日も帰ってきた後なんですけども、河川水門開閉式生発電なので、まあ、向こう側の、まあ、甲府橋やその先など、あと、まあ、清瀬台あたりのところに作る、ダム、あと、武田尾、のあたりに作るダム、まあ、そういったものを、まあ、撮影して、きました。で、説明しています、まあ、これで全体的な、まあ、見通しっていうものがだいぶつくんじゃないかなと思います。だから、まあ、河川の底のコンクリート化なども進めれば、まあ、結構な、発電量、向こう側でも出せると思います。一回水を貯水してという形になるんですが、それでは、皆さんご覧ください。まあ大変でした。今日も朝5時ぐらいに起こされて、5時前でしょうね、きっと。で、朝の5時台から家出て、JR 道場駅まで歩いて、まあ大体7キロぐらいあるんですけども、まあそこから乗って、JR のラジオ駅で降りて、で、まあ、あとはもう徒歩ですね。で、向こう側の、河川の、まあ、もうこれぐらいまで来たら、あとは、海水の、海面のところと同じ、水位だろうなと思われるところまで撮影して、また歩いて、戻っていってます。で、帰りは、まあ、天神川などを撮影して、天王寺川も撮影して、JR 中山寺駅から乗って、武田尾駅で降りて撮影してと、まあそういう風な形ですね。だからもう帰ってきたらもうこういう時間帯で、さっきもずっと、エクスポートしていました。それと、あとは私の自宅から、いつものね、日付と、時間、見せていたデジタル時計、あれがね、見当たらないですね、帰ってきたら。盗まれてる可能性があるっていうことですね。もういつもこういう状況ですね。だから皆さん、警察官も、だからこれ警察官にものすごい大事なメッセージなんですけども、建物を映しちゃダメだって、その内容絶対間違えてるから。一般人の人がカメラ普通に映してる写真。だからそれぐらい考えて分かることだから。だからそれをコンピューターとか、音声拾ってしまって、身勝手な判断をしているのか、それに合わせて人間は動いているのか。だから、電波で何か聞こえてきたから何かしていいっていうことじゃないから。これをしっかりと分からないと。で、喋ってちゃんと話すこと。これは天皇陛下もおっしゃってる。ちゃんと会って話し合いって。天皇陛下はこの国では総理を決めてるんです。これは法律でそうなってます。そして総理が各大臣を任命してるんです。デジタル時計なんですけども、ないでしょ？ないでしょ？ね？ないでしょ？まあ、あと、奥としたら大体この辺り、ない。まあ、あと他の場所なんか置いたりしない。で、これ不法侵入。で、窃盗罪。淡井圭介が自分で買ったデジタル時計。なんか刑法とかな。だから刑法でそれがあるから、不法侵入あるから、みんなそういう説明になってるから、第何条とかそういうようなこと言わない。もうね、動画のスタートからしてこれですよ。誰か対応のほどよろしくお願いします。オンボズマンの方たち。では、これの動画も、エクスポートしておきます。